フライブルク、エルベは、ドイツ連邦共和国ニーガーザクセン州のシュターデ軍に、ゾックスフレッケンで、ザムトゲマインでノルトケーディンゲンを構成する、自治体の一つである。フライブルクは、エルベ川の流路六百685キロメートル地点付近の西岸に位置する。この町は、シュターデ軍の北端近くにあたる。最寄りの大きな町は、エルベ川対岸のシュレースビヒホルシュタイン州、グリュックシュタットである。 スコーネ戦争の際、スウェーデン領であったフライブルクは1675年から1676年のフェルデン出兵で新生ローマ帝国諸公やデンマークの軍勢に占領され、1679年の終戦までその占領下に置かれた。1679年のサンジェルマン条約によってスウェーデンに返還された。フライブルクは1932年まで ケーディンゲン軍の軍長所在地であったが、その後、シュターデン軍に編入された。フライブルクの長議会は11議席からなる。フライブルクには、町役場とザムトゲマインでの本部があるが、両者は19世紀に建造された、旧区裁判所内にある。赤字に3本の塔が突き出した銀の門。中央の門は2枚の金の扉で閉ざされている。その上には刃を上向きにして、 斜め十字に組み合わされた2本の銀の鍵。中央の塔には角張った縁取りのある三つ葉飾りの開口部がある。フライブルクフライブルクには大規模な企業はない。このため、近隣の経済都市である下で、クックスハーフェン、ブレーマーハーフェン、ハンブルクへ通勤労働者が多い。地元の中小企業では、伝統的な造船業のヘルゴレンダーベルテボーテがある。 フライブルクの南、ビシュハーフェン近くから南西方向に伸びる連邦道 B495 号線はフライブルクにとっては重要な社会資本である。この道路はビシュハーフェンからエルベガー対岸のシュレースビヒホルシュタイン州グリュックシュタットへのフェリー定期便に連絡する。南のシュターで方面への接続はハンブルクまでエルベガー沿いに走るオプストマルシェンベクと呼ばれる。 細い田舎道の群動があるだけである。この群動は反対方向へはクックスハーフェンまで結んでいる。フライブルクオシュターデやイッツベルデンと結んでいた狂気鉄道ケーリングアークライスバーングは1936年に廃線となり撤去された。この町はドイツフェリー街道沿いにある。潮の緩慢の影響を受けやすいフライブルク港は ウォータースポーツや漁業目的の港である。この文献は翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。